サイカーさん下ろすエレベーター、ああ、フラップ1 フラップ2 あのここ最近ミスったのって新年の時だけ聞いてる。だけどあれは、あれは期待です。あれは期待です。あれはサイカーさんの腕ではあります。最後のフレアかけるときが前みたいにグラグラグラっとせんともそのままシューッと下げて2段とフラップと両方使ってます。お安定している。 今見ての通り着陸、うん、ただフラップを下げると左へ行けよ、はい、なもんでもラダー今当ててミゲルロンちょっと当てっぱなしでラダーでやってたからエレベーターが遅れちゃったけどもうちょいフラップ下げてもいいかもしれない。今の状態がですか。これ2段もうちょいフラップ下げたらもっと効果的かもしれない。でスラットはあの前縁は下がってる分の効果もろ出とるんで、うん、今そこからわざと低めでちょっとこう引き上げたでしょう。前だったらもうこんなだったじゃないですか。全然そのままシューッと行き今見ての通りです。やっぱり効果はすごいと思います。じゃあだからもう少し後ろのフラップ下げれませんかね、うん、どうだけでもかね、はい、どうだけでもこれの5割ぐらい、5割以上、倍ぐらい下げても安定すると思います。本当。はい。エールロン効かんくなら？全然。ただ左へ反れるんで、うん、それだけを今ずっとラダーで打ちっぱなしやったんで、あの降りてくるときに、うん。前衛はもっとこれ以上下がんない。